注意、この動画は、メタルギアサバイブとは何だったのか、の後編動画です。前回の URL は説明欄に記載しておくと思いますが、忘れてたら自分で頑張って前回の動画を探してください。第4章、一斉版。メタルギアサバイブがフリープレイに登場し、全盛期以上の盛り上がりを見せる界隈だったが、事件は突如として起こった。プレステ版の一部ユーザーが、何の前触れもなく一斉に、バンされたのである。せっかくフリープレイで増えた人口を、運営自身が減少させた、大事件であった。しかし、これはプレイヤー側にも多少問題があった。プレステ版でアカウントを停止された人のほとんどが、増殖バグと呼ばれる、アイテムを無限に増殖させてしまうバグを利用したため、不正を検出し、アカウントを停止したのである。これらのことを踏まえると、プレイヤー側にも少しだけ非があったかもしれない。しかし、いきなり版はやりすぎだと思うが、いずれにせよ、運営の不正に対する厳格さが垣間見えた瞬間だった。一方その頃 PC 版は、相変わらずチーターが野放しになっていた。何やってんだよコナミ。そんなわけで、残りわずかだったユーザーが、フリープレイのおかげで、一瞬だけ増加したものの、運営の機構により、大勢のプレイヤーがアカウントを停止され、再びメタルギアサバイブは、かそってしまうのだった。オンラインはほとんどマッチングせず、クイックマッチは死に機能と化し、あらゆるプレイヤーが絶滅したかに見えた。だが、プレイヤーは絶滅していなかった。最終章、残された者たち。一斉版事件から約3年近く経過した現在、残されたごくわずかなプレイヤーは、間違えて買った初心者か、物好きの変態のどちらかである。ちなみに私は後者だろ。以前はチーターが野放しにされていた PC 版も、現在はチーターすらあってしまい、まるっきり見る機会がなくなった。これを平和と捉えるか、絶望と捉えるかは、個人の解釈に委ねたい。そして、残された者たちは、今日も何かしらのアプデを求め、オンラインで戦い続けるのだった。いかがでしたでしょうか？以上が現在までのメタルギアサバイブの大まかな歴史です。終始黒歴史となっていましたが、少しでも分かっていただければ幸いです。では次に、どうすればよかったのか。という点に触れていこうと思います。批判だけして改善点を挙げないのは失礼なので、ただの素人の意見として聞いていただければ幸いです。まずはじめによくある意見として、メタルギアをつけなければいいゲームだった、というものがありますが、これは2つの理由により、少し間違っていると考えられます。理由その1、メタルギアをつけないと、そもそも誰も買ってない。想像してみてください。目の前に、モンスターハンターワールドと、ハンティングアクションワールドと書かれたゲームが置いてあるとして、どちらを購入しようと思いますか？おそらく大勢の人が、モンスターハンターワールドを選ぶでしょう。これは、モンスターハンターというタイトル自体に、ある種のブランド的な価値があり、ファンの購買意欲を増加させることが可能だからです。他のゲームにも同じ法則が適用でき、メタルギアというタイトルをつけておけば、とりあえず買ってみよう、と騙される購入するファンが増えるため、ある意味ゲーム的には成功しやすいのである。逆に、メタルギアをつけずに、何かしら他の名前をつけて世に送り出したとして、おそらく大抵の人は、そのゲームの存在を知らないまま、生涯を終えるでしょう。どんな形であれ注目を浴びるためにも、やはりメタルギアというタイトルは外せなかったのです。理由その2、ゲームエンジンやマップの使い回し。今作メタルギアサバイブは、MGSV、GZ や TPP に使用されたゲームエンジン、通称 FOX エンジンを使用しており、キャラクターの動作や挙動などが、ほとんど MGSV のスネークと一致していた。また、作中に登場するマップも、TPP のマップの使い回しと思われる箇所が多々あり、これだけメタルギアを使い回しておいて、メタルギアを名乗らないというのは、それはそれでファンから批判を浴びていただろう。どのみち批判されるなら、売れて批判された方がまだマシである。おそらく制作段階ですでに、タイトルにメタルギアをつけることは決まっていただろう。以上2つの理由から、タイトルにメタルギアをつけざるを得ない状況にあったと考察できます。また、完全にアウトな点として、ストーリーの最序盤にスネークが登場します。これでメタルギアじゃないと言い切るメンタルは、さすがのコナミさんも持ち合わせていなかったんや。では、次にいくつかの改善点を挙げていきたいと思います。こちらもズブの素人の意見ですので、あしからず。まず第一に、基本プレイ無料で販売してしまえばよかったんじゃないだろうか。というのも、メタルギアサバイブ発売から約1年弱で、フリープレイに登場しているということは、最初から無料にするつもりだったんじゃないだろうか。さらに、ゲーム内にはブーストパスと呼ばれる、ゲームの進行が有利になる課金要素もあるため、そこで利益を回収すれば問題ないだろう。昨今のヒットゲームは、ほとんどが基本プレイ無料の、ゲーム内課金制度を導入しているため、そもそもソフト料金5000円で販売するくらいならば、思い切ってタダでよかったんじゃないだろうか。次に、根本的なやり込み要素の少なさが挙げられる。今作メタルギアサバイブは、タワーディフェンスゲームというジャンルに属するゲームのため、遊べるマップが多いほど、様々な防衛方法を考えて試行錯誤する楽しさを味わうことができる。しかし、実際にゲーム内に実装されているマップの数は、わずか5個である。少なすぎるだろ。さらに、すべてのマップを安定攻略可能な防衛配置が、割と簡単に見つかってしまったため、ただただテンプレートのような防衛を繰り返す作業になってしまった。これでは既存ユーザーはすぐに飽きてしまう。なので、既存ユーザーを飽きさせないためにも、新マップを追加して、防衛をゼロから構築する楽しさを味合わせてほしい。改善点というか、半ば願望である。また、もう一つのやり込み要素として、ベースキャンプを自分の好きなように改築し、探索で仲間を集めて班に割り当てる。MGSV やピースウォーカーに近いクルー管理システムが存在するが、収容できるクルーの人数が、わずか30人である。ちなみに TPP は約3500人である。その30人を開発班や養殖班などに割り当てるため、一つの班の平均人数が約5名程度になってしまう。せめて100人程度は収容人数が欲しかったが、簡単に班のレベルを上げれてしまうのか。結局今までずっと30人である。そしてこれからもずっと30人だろう。他にも個人によって様々な改善点が挙げられるだろうが、全てを紹介することはできないので、他にご意見のある方は、こうすればよかった、ああして欲しかった、などコメント欄にて教えてください。気に入ったのがあれば後に動画で取り上げさせていただきます。さて、今回は2パートにわたり、メタルギアサバイブの歴史及び、どうしてこうなってしまったのか、また、どうするべきだったのか、について触れてきましたが、結局は全て結果論なため、あまり意味はないです。ごめんなさい。それでも多くの人にメタルギアサバイブを知っていただければ幸いです。面白いと思っていただければより幸いです。それではこの動画は、この辺りで締めとさせていただきます。最後に、メタルギアサバイブとは何だったのかについて、個人的な結論ですが、ファンから受け入れられなかった良作スピンオフ、という位置づけになるかと思います。ストーリーでも最初に言及しているのですが、メタルギアサバイブとはそもそも、ありえたかもしれないもう一つの、義士、であり、完全なスピンオフとして捉えれば、まあまあな出来だったと個人的には、思います。しかし、運悪く小島監督の退社と、時期が被ってしまい、あまりいい印象を持たれないゲームになってしまいました。なので繰り返しになりますが、メタルギアサバイブとは、ファンから受け入れられなかった良作スピンオフ、だと個人的に考えております。それでは以上で締めとさせていただきます。前編後編ともに長らくのご視聴ありがとうございました。